ファントム・イン・ザ・トワイライトは、ライデンフィルム制作による日本のテレビアニメ作品。2018年7月から9月にかけて、東京 MXBS 富士にて放送された。全十2話。略称は、ファントは、モバイルゲーム配信会社のハッピー・エレメンツが企画、原作、一社提供を務めるオリジナルアニメであり、日本の他中国での展開も予定している。 テレビ放送後には BD が全4巻で発売予定だったが放送中の2018年9月21日に諸々の事情との理由で発売中止が発表されたことから同年11月13日にイティメディアがビデオソフトの販売不振について報じる際には本作が題材の一つとして挙げられている。ただし ED 化に際しての作画修正は行われており、ATX での放送にはリマスター版が用いられている。ロンドンを舞台に留学生のバイルートンが夜のみ営業する喫茶店カフェ・フォービルンに迷い込むところから物語は始まる。漫画、眉積春ふとし、シナリオ協力、矢野春作。ライン漫画にて2018年3月25日より配信中。 毎週日曜0時に2話ずつ更新。アニメ本編の前日タウンが描かれる。ありがとうございます。